今回はアルファベットの E を用いたサイレント E のルールについて説明します。単語の一番後ろに E のアルファベットがあるときは、そのアルファベットの一つ前にあるもう一つの E の文字を E と発音します。一番後ろにある E のアルファベットは発音しません。それでは正面から取った唇の動かし方を見てみましょう。E. では次に横から取った唇の動かし方も見てみましょ E. E. 今聞いた音はこの発音記号で表します。この音は日本語の E と似た音です。この音を発音するときには唇を横に引いて音を出すようにしてください。それではもう一度お手本を見て発音の仕方を確認しましょう。E. E. Let's compare. E. E. Pet. E. E. Pete. E. E. Bed. E. E. Bead. E. E. Jen. E. E. Jean. E. E. Them. E. E. Theme. E. Met. E. E. Meet. E. E. Read. E. E. Read.